マンディービーチマンディービーチは、オーストラリアは、シドニーのノーザンビーチに位置するビーチである。北から順に、クイーンズクリフ、ノースステイン、サウスステインの3つの主要セクションに分かれている。1900年頃のマンディービーチマンディービーチを、海沿い少し歩くと、フェアリーバウアーとシェディービーチである。マンディービーチ付近には、店舗、レストラン、ナイトクラブ、バーなどがある。 ビーチの名前はそこに住んでいる先住民にちなんでアーサー・フィリップ提督が名付けたものである。フィリップはそれについて彼らの自信と男らしい行動からこの場所にマンディーブの名前を与えたと書いている。マンディーカウンシル・ライフガーズがサウス・ステインでは1年中、ノース・ステインとクイーンズ・クリフでは10月から翌年4月に活動している。 ボランティアライフセーバーズも10月から翌年5月までの週末と休日にパトロールしている。メディアを再生するマンリービーチの夕暮れシドニーの主要フェリーターミナルであるサーキュラーキーからマンリーへはフェリーで30分かかる。歩行者用の広場とショッピングと食事ができるマンリーのメインストリートの一つでアルコルソ通りはフェリー不頭と港のビーチからノースヘッドの付け根を横切って マンディービーチへと伸び、そこでノースステインとサウスステインの境と接続する。ありがとうございます。